アルベルト・シュバイツァー、アルベルト・シュバイツァー、アルバート・シュバイツァー、1875年1月14日から1965年9月4日は、ドイツ出身のアルザス人で、ドイツ系の神学者、哲学者、医者、オルガニスト、音楽学者。名のアルバートは、フランス語では、アルベールとなる。聖のシュワイツァーは、シュバイツェル、シュバイツァーとも表記される。 ジャンイコール・ポール・サルトルは、オジ・シャルル、1844年から1935年の孫で、いとこアンマリタイの息子である。おいに、国際通貨基金専務理事を務めた、ピエールイコール・ポール・シュバイツァー。その子が、ルノーの前代表取締役のルイ・シュバイツァーである。また、弟、パウル・シュバイツァーは指揮者、シャルル・ミュンシュの姉エマと結婚した。 20世紀のヒューマニストとして知られている人物である。30歳の時、医療と伝道に生きることを志し、アフリカの赤道直下の国ガボンのランバレネにおいて、当地の住民への医療などに障害を捧げたとされている。日本においては、内村勘蔵などによって、古くから紹介され、その障害は児童向けの偉人伝において親しまれている。哲学でも、業績を残し、 生命への意形の概念で世界平和にも貢献した。密林の聖者と呼ばれている。また、音楽にも精通し、バッハ研究でも有名である。人生の惨めさから逃れる方法は二つある。音楽と猫だという言葉を残している。生まれつき非常に眼見であまり疲れない体を持っていた。生命への意形とは、シュバイツァーの思想と実践の根底にある考え方である。 人間をはじめとして、生命を持つ、あらゆる存在を病、大切にすることを意味する。彼は、生命あるものすべてには、生きようとする意志が見出されるとする。この生きようとする意志は、自己を完全に実現しようとする意志である。シュバイツァーは、この事実から出発して、すべての人が、自己の生きようとする意志を大切にすると同時に、自分と生きようとしている。 他の生命をも尊重しなければならないと考えた。それは、自己と他者、及び生命あるものとの共存を目指す考え方であり、アフリカでの医療活動はまさにその実践であった。シュバイツァーは1875年に、当時ドイツ帝国領だったオーバーエルザスの、カイザースベルク、ケイザースバーグ、皇帝の山の井、現在のフランス領アルザス王イコールラン県ンの、 ケゼルスウェールで牧師の子として生まれる。アルザスイコールロレーヌ、エルザスイコールロートリンゲン地方は、独仏の領有争いが行われた紛争地であり、地名の変遷にもそれが現れている。父はルートビヒ、母はアデーレ。生後1ヶ月で、家族は南東約60キロほどにあるミュンスタータールに移住した。当時のドイツにおいて牧師は、社会的地位が高く、 シュバイツァーの家庭は、比較的裕福な部類であった。幼い頃、同級生の少年と特っくみ合いの喧嘩をして、シュバイツァーが相手を組み伏せた。相手の少年はシュバイツァーに向かって、俺だって、お前の家みたいに、肉入りのスープを飲ませてもらえれば、負けやしないんだ。と叫んだ。これを聞いたシュバイツァーは、心に激しい衝撃を受け、同じ人間なのになぜ自分だけが、 他の子供たちと違って恵まれた生活をしているのかと、人間の社会を支配する不条理な貧富の差をはじめ、認識し、子供心に本気で苦悩したという。この時に、シュバイツァーが抱いた苦悩こそ、その後の彼の一生を決定づける重要な出来事であった。7歳の頃からピアノを習い、14歳の頃からパイプオルガンを習う。これは、後のバッハの研究の下地となる。 リーセ、正確には、ジムナーズイコールギムナジウム、ジムナズを卒業後、名門ストラスブール大学に入学し、神学博士、哲学博士を取得する。哲学の学位論文は、カントの宗教哲学、神学の学位論文は、19世紀の科学的研究、及び歴史記録による生産問題であった。21歳の時、30歳までは学問と芸術を、 身につけることに専念し、三十歳からは世のために尽くすと決意して、二十七歳でストラスブール大学進学科講師となった後、三十歳から新たにストラスブール大学の医学部に学ぶ。これはキリストが三十歳から布教活動を始めたという故事に習ったものであった。進学科の講師でありながら医学部の学生となるのは特例として認められたものである。 三十八歳の時に医学博士の学位を取得した。医学の博士論文はイエス・キリストの精神作乱であった。当時医療施設に困っていたガボン、当時不都量赤道アフリカの一部のランバレネで活動習と決め旅立つ。四十一歳の時、生命への意見という概念にたどり着く。この概念は後の世界平和への訴えとなった。 医療活動も第一次世界大戦などによって中断され、ガボンがフランス領であったために、ドイツ国籍であったシュバイツァーは捕虜となり、ヨーロッパへ帰還させられる。発射後、ヨーロッパ各地で講演し、病院の資金援助のためにパイプオルガンの演奏活動を行い名声を得るとともに、シュバイツァーの活動が次第に世間に知れ渡るようになる。その後も、シュラにも病院を任せ、 アフリカでの医療活動とヨーロッパにおける講演活動の行き来を繰り返す。その献身的な医療報酬活動が評価され、1952年度のノーベル平和賞を受賞する。1957年後より核への反対を公言するようになる。バートランド・ラッセル、パブロ・カザルス、ノーマン・カズンズらと親しくなり、核反対運動にも参加する。1962年には、 アメリカ合衆国大統領であったジョン・カイ・ケネディに手紙を出し、その中で子供たちへの放射線の遺伝的影響という問題に関心を持ってほしいと遺願している。晩年もランバレネにおける医療活動を継続。1965年に90歳で死去し、同地に埋葬された。鉱物は風月堂のゴーフルであり、ランバレネを訪れる。 日本人はゴーフルを持参するのが通例だった。思想家、音楽研究家としての著作に、カントの宗教哲学、バッハ、いずれも日本語訳ありがある。進学者としての著作のイエスデンは、イエスデンの研究史的見地から老作であり、現在においても評価が高い。他に、ゲーテやインド哲学などにも言及しており、日本でも白水社より全集が刊行されている。 中でも、主張として扱われているのが、水と原生林の間でである。シュバイツァーは、音楽の世界でも価値ある業績を残した。彼は、オイゲン・ミュンヒ、指揮者、シャルル・ミュンシュのおじであると、シャルル・マリー・ビドーリにオルガンを学び、JS バッハに深い系統を示した。その著作、ヨハン・ゼバスティアン・バッハ、1904年フランス語による、初版、1908年ドイツ語による、 増補版、砲役ありは、厳密な歴史研究の点では、すでに過去の文献となっている。しかし、随所に、彼のバッハへの深い理解と鋭い直感が見られ、魅力的な作曲家像を描くことに成功しており、今なお一読の価値を失っていない。また、その序文で、ビドールが述べているように、実践的な音楽家としての視点が反映されているのが、大きな特色で、 当時一般的だったロマン的な誇張の多いバッハ演奏に意義を唱え、歴史的な根拠をもとにした演奏法の研究による解釈の重要性を説いている。これは20世紀の演奏史上画期的な視点であり、今日の、いわゆる、オーセンティックな演奏様式の先駆けとなったものあった。オルガン奏者としては、若き日には、パリのバッハ協会のオルガニストを務めたほどの腕を、 持っており、第二次世界大戦後の晩年に至るまで、公開演奏を行っていた。1935年以降に行った録音も、残されているが、解釈の深さに比して、技巧的な弱さが見られ、必ずしもその技量を従前に伝えるものにはなって、いないと言われている。フランスの実存主義の哲学者、サルトルの親戚、サルトルの母といとこ同士でもあるシュバイズアーは、 哲学的な思想でも知られている。彼はヨーロッパの古き良き人文主義の伝統を引き継ぎながら20世紀の人類社会が直面する問題を解決するための思想を編み出した。シュバイツアーは人生世界肯定的でなおかつ倫理的な思想が必要だと考えた。つまりそれは単なる悲壮な楽観主義に陥らずなおかつ世界を改良するための思想である。 その結果彼が編み出した概念が生命への意敬である。すべての人間はその中に生命の意志を持っているのであり、自分の内外にあるそれを尊重する思想。それが生命への意敬に他ならない。その一方で、一般にはキリスト教の伝道と医療活動及びその平和活動を通して、シュバイツァーの活動は高く評価されているが、日本の児童文学者、 テラムラ・テルオが、電気、アフリカのシュバイツァで記しているように、実は、アフリカ現地での評判は決して良いものではない。自らの進学思想を現地の文化より優先し、また、同時代の知識人たちの大半と同様に、白人優位主義者の側面を持っていたことも事実である。現に、シュバイツァーは、人類みな兄弟の標語を唱えながらも、あくまで白人を、兄、 黒人を弟として扱っていたため、ヨーロッパの列強の帝国主義、植民地支配のシンボルとみなしているものも少なくない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。